の中、木造の優しい佇まい、家族がお年寄りを連れて結びの食事を楽しんでいく。私は結びの食事人、その家族に最高の思い出の食を再現し食べてもらう。おじいさんは85歳、施設からやってきた。お父さんは会社員、お母さんは学校の先生、孫は大学生。おじいちゃん着いたよ。気持ちがいいところだね。のんびりできるね。今日は楽しかった。また来よう。またいらしてください。いつでもお待ちしています。私は高齢者施設で働いている。最近気になるおばあちゃん、ハズさん。ハズさんは脳梗塞で倒れてから声が出ない。ここの朝は早い。ハズさんの部屋のカーテンを開けた。ハズさんの手を握る。二人の挨拶。そうするとハズさんの心の声が聞こえる。この頃息子が来ないな。息子とみかんジュース飲みたい。ハルさんはそんなことを言ってるように思う。ハルさん、おはよう。朝ごはんの時間だよ。ハルさんは首を振る。食べないの？もう一度ハルさんの手を握った。食べたくないの？握り返してきた。ご飯いらない。息子とみかんジュース飲みたい。心の声が聞こえた。ん？施設から？はい、もしもし。もしもし、さくらホームのともこです。はずさん、食が不足なっています。これからのことを相談したいのですが。わかりました、今週末伺います。母さん、どう調子？ジュースうまいか？あ、これだ。うちで飲んでたみかんジュースだ。あれ、今日のハズさんいつもと違う。私はハズさんの手を握った。ハズさんはしっかり握り返してきた。美味しかったよ。ありがとね。ハズさん、みかんジュースごくごく飲んでましたね。そりゃもう大好物で。今日のハズさん、いつもよりすっごく元気なんですよ。もっと会いに来てあげてくださいね。そうですか、母はいつもこんな感じでしたけど。どのお年寄りも家族が来ると元気になる。家族が帰るとしょんぼりする。このことを伝えられなくて私はもどかしかった。息子さんはそれからたびたび来るようになった。いつもみかんジュースを持ってきた。ハズさんは少しずつ元気になっていった。たとえ人生の終わりに近づいても、この人たちに食べることを諦めてほしくない。食べることを諦めることは命を諦めること。だから家族と過ごしてきた時の一番の思い出の食を知りたい。食べさせてあげたい。それが食美人人とも子の仕事。そんな食事が出せる場所を作りたい。それが私の人生をかけてやること。私は小学校の頃、給食室が大好きでした。今日はカレーだ。玉ねぎを炒める香ばしい香りがする。私も大きくなったら給食室で働く。管理栄養士になった、夢の第一歩。給食の先生にはならなかったけれど、病院の厨房で働き始めた。え、食材用塩素？野菜も果物も消毒するの？赤ちゃんの口に入る
入手まで。怖い。案の定私は1ヶ月でアトピーになった。薬との付き合いが始まった。顔にも出てきちゃった。お化粧で隠そう。でも隠せない。飲み薬ももらった。点滴もした。栄養士を諦めなきゃダメなの。諦めることができなかった。10年後私はボロボロだった。健康イベントで乳がんの胸の模型を触り、良性のしこりと悪性のしこりの違いを知った。帰宅して自分の胸に触れてみた。もしかして、どうしよう。頭の中が真っ白になった。切れば不安はなくなると思っていた。手術室のベッドの上、麻酔で気が遠くなる間、もう絶対にがんを繰り返したくない。繰り返さない生き方をしよう。目が覚めた時、私は生まれ変わって いるんだと決めて臨んだ。がんを取り除けば死の恐怖はなくなっていると思っていた。そうではなかった。退院後、がん患者の情報を漁るように調べた。がんが治った人は玄米菜食をしていることを知った。私も始めた。学んできた栄養学とは全く違っていた。仕事がストレスになった。メッセンジャーとの出会い。走ることでがんを克服する。ホノルルマラソン参加者募集。その日のうちに応募した。ホノルル1日目の夕食、サポートの仲間たちとフードコートを歩き回った。私の食べるものがない。ホノルルまで来て和食が食べたいなんて言えないよ。一人になりたい。この場を立ち去りたい。みんなは一緒に食べようっていう。和食が食べたいよ。みんなが和食を探してくれた。涙が溢れてきた。11時間かけてゴールした。ホノルルの風、青い空、そして虹。私はずっと笑顔だった。日本へ帰りたくないよ。私は今まで何を我慢してきたの。日本へ戻った。私はまた仕事に追われた。自分の食事と施設で出す食事のギャップは私のストレスになった。アトピーを経験した。がんを経験した。仲間の死も経験した。お年寄りの死も経験した。でも私は何も変わっていない。体が重い、だるい、起き上がれない。二度の乳がんの経験と高齢者施設で働くことで私は命に終わりがあることを思い知らされた。だから今、消えかかろうとしている人の命に寄り添いたい。私の祖母はね、90で亡くなったの。亡くなる直前にビールが飲みたいって言ってね、気を使ってノンアルコールビールを飲ませたら、こんなのビールじゃないよって。最後までビールの味が分かったんですよ。ビール飲ませてあげたかった。だから私は娘の食事を始めたんです。おじいさんはカステラが大好きですよね。今日は最高のカステラを用意しましたよ。私は言葉で思いを伝えられなかったり、体が不自由でもどかしい思いをしているお年寄りに寄り添いたい。若くしてがんを患い、誰にも気持ちを言えずにもがいていた自分と重なります。お年寄りにとっての命の栄養は生きてきた思い出の中から見つけることができるのです。家族との思い出の食事を見つけ、人生の結びの食をする。結びの食事人とも子が寄り添います。ありがとうございました。